弟子にお願いします。力貸してください。え、研修とか。あ、講師に僕は教えてもらって。決定で。あ、決定です。はい。ということで始まりました、モチーチャンネルです。さあ、今回はですね、スペシャルゲストにおいでいただきました。どうも、京都大学の工学研究科大学院の博士前期の松本智也と言います。どっかの京都大学の文系で中退とは全然違うんで、よろしくお願いします。すごい、京大博士課程。あ、そしてもう一方。YouTube 以降の松原です。一応、早稲田の底辺という人間科学部出身なんで、あ、人科。偏差値29から早稲田に入った、まあ、かっこ人科に入ったってことを売りに、裏技的なことを配信してるもので、まあ一応彼は僕の予備校の、僕は文系なんで理系担当ということで。ああ、そうなんですね。で、僕のチャンネルはポイズン松本。ポイズン松本、はい。毒ってことですか、はい。今日は一体なぜやってきたんでしょうか。はい、本当にお願いしたいんですけど、はい、本当にお願いしたくて今日は来て。結論から言うと、はい、英語塾を作りたいと。英語塾、はい、それを今日はお願いしに来ました。あ、そっか、ブレイブとかでも教えてますよね。そうですね、医学部英語専門塾のブレイブでも講師をしてるんですけど、はい、まあ、やっぱりあれはどうしても医学部専門で、はい、大学受験専門なので、今回はまあ大学受験ももちろんあるんですけども、はい、もっといろんな人にこう向けた TOEIC とか、あ、はい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 、英検準一級の合格を目指した基礎から標準ぐらいまでのレベルのところの近いサポートする英語塾をなんとか作りたいなと思って、近くしてください。え？英語塾ってことは受験もやるし、高校生とかだけじゃなくてってことですか？そうですね、高校生ももちろん対象なんですけど、はい、大学生になって就活でちょっと TOEIC 必要なんだよねとか、社会人でこう昇進するのに TOEIC 何点取らないといけないみたいな、うん、そういう人たちもこうメインでやっていきたいなと思ってます。なるほど、じゃあもう本当に英語の塾を作るってことですね。そうです、はい。それで僕は何をすればいいの？僕と松本の得意分野とそうじゃない分野があって、はい、そうじゃない分野のサポートとかプロデュースをモテ先生お願いしたいって。もっと言うと、僕は偏差値30から、はい、例えば偏差値60とかまで伸ばすところはもう誰にも負けないモンハンを持ってまして、で、これも大学受験とかTOEICも高得点結構取ってはいるし、はい、まあ、京大も博士まで行って、まあ、相当その実績も積んでるんですけど、うん、とは言っても英語のオンライン塾をやるにあたっては僕らの実績だとその上の資格に対してのモンハンも足りないと思うので、そこをサポートしていただきたいなっていう。ああ、なるほど、そういうことですね。まあ、TOEICとか、まあ、試験めちゃくちゃ受けてる人間ですからね、はい、その辺はできるかもしれないですけど、でかといってそのトイック満点とか、はい、英検一級とかではなくて、もうあくまでも低い学力から標準的な学力に伸ばすところだけにちょっと特化したオンライン授業で、 あとはもう森哲さんのチャンネル見てみんな頑張ってみたいな独学でいけるところまではこうサポートしたいなっていう。ああ、そういうことですね、はい、何するんですか？カリキュラム作るとかですか？あ、そうなんです、一応僕らで作ったカリキュラムがあるんで、はい、その監修もしていただきたいですし、やっぱその英語試験向けの指導ではあるんですけど、根本的な英語も教えていきたいと思ってるんで、はいはいはい、その講師の研修とか、あ、まあ、講師に僕は教えてることですね。講師に首宣告をするとか。首宣告をするいやだ、そんな役回りお前ダメだとかですか？あ、それをちょっと、いやいやいや、僕のいい人たちなんでなんか言えないんでお願いします。いや、ポイズンでしょ本当はポイズンじゃないんですよ。優しいんでなかなか言えないんです。講師を研修するみたいなのとか、ね、指導法とか、はい、はい、そうですのチェックとかも。弟子にすいません、お願いします。弟子もう本当に一視聴者としても本当に憧れてたんで、はい、もう弟子にしていただきたい。弟子ですか？東大生弟子にとるんですか？いや、もう全然もう英語はもう全然森哲さんにかなう人いないです、うん、まあこのね今のご時世、まあ、予備校ね若手育たないってもずっと言ってますけど、育てていかなきゃ、まあ、その英語講師オーディションとかいろいろやってるのは育たないから芽が出ないこの業界っていうのでやってるんですけど、弟子っすか？いや、もうスポンサーやらせていただきたいんで、本当に僕からもお願いします。ちょっと待ってください。お願いします。お願いします。このチャンネルのスポンサーってことですか？あ、そうです。全然やります。はい、じゃあこの動画に名前出るってことですね。あ、もう本当にやらせていただきたいんです。いろんな塾がうちのチャンネルのスポンサーになってて、僕は別の塾にも所属してるっていうなんか謎の構図ですけど。でもどれぐらいの資質があるのかやっぱりね聞かなきゃいけないじゃないですか。そうですね。京大はどうやって行ったんですか？もう京大は浪人したんですけども、はい、現役で京大落ちたんですけど、はい、慶応の理工に、あー、なるほど、受かってて、あんなエフラン行きたないな、エフランじゃないわエフランじゃない、まあ、ちょっと嫌やなと思いまして、まあ、で浪人してです。まあ英語は簡単ですけどね、はい、慶応の理工、はい、で浪人して京大の工学部に
浪人した時はどこか予備校は、あの駿台予備校、あで竹岡先生、あ竹岡先生、そうです、竹岡先生受けてました。竹岡先生譲りなんだよね、そのポイズのね。あ、まあ、それもちょっとあるかもしれないですね。毒舌それもちょっとあるかもしれないですね。竹岡先生譲りの毒舌。浪人してからはだいぶ成績が伸びて、はい、あ現役の時は、現役の時も全然ダメでした。はい、そうなんですね。いい高校なんですか。一応大阪府立の一応北野高校ってとこなんですけど、橋本徹さんとか、はい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 、はいはい、がまあ出身の高校なんですけど、まあ一応僕らの代は4年生高校って揶揄されてて、あ、みんな浪人するみたいな。あ、なるほどなるほど。北野高校から駿台みたいな、はい、そうですね。お決まりのルート、お決まりのルート。英語はじゃあもう最後はできるようになっちゃう。そうです、英語は、はい、浪人して京大のオープン模試みたいなので、あ、いやいや、一応偏差値70以上行ってました。はい、で京大入って、で京大の英語って、まあ、今もだいぶそうなんですけど、はい、ゆっくり正確に読めたらまあ誰でも点数取れるみたいな、うん、やっぱりスタイルなので全然話せないし全然聞けないし、もうスピーキングもリスニングも全然できないので、うん、これじゃまずいなと思って大学入ってからですね、はいはい、そういくは一応920です。あと大学に行くときは京大は TOEFL の IBT が必要なので、あの化け物みたいな試験、そうですね、難しい試験ですよ。でそのためにこうスピーキングとかリスニングの勉強も始めたっていう感じです、はい。で大学入って、まあ、大学入試の受験指導みたいな形で大体今まで6年7年ぐらいやってきてですね、150名指導してきたという感じです。これオンラインでやるって感じですよね。そうですね、ずっとオンラインで、はいはい、やってきて、あ、じゃあマンツーマンで、マンツーマンで、はい、そうです。じゃあそういう英語塾、そうですね、はい。どんな先生いるんですか。全員、はい、京都大学の大学生と大学院生、あ全員京大生っていう塾を作るわけですね、はい、で考えてて、やっぱりどうしても本当に英語できるのかどうかっていうやっぱ判断がつきづらい部分もあるので、うん、やっぱりそこは森哲さんに、うん、こいつはできるとか、はい、こいつちょっと怪しいなとか、あじゃあ講師の選別も、ね、あそうですそうです、はい、これはだいぶでかい仕事がやってきました。スポンサー一体どれぐらい出してくれるのか。頑張らせていただきます。僕自体が教えるよりもそうですね、そろそろ残さないといけないですかね、やり方とかね。まあ、大半僕の予備校で働いてくれてて、まあ、偏差値が30、40の子たちがいっぱいいるんですね、はい、で最初もう同じ人間と思わないって書いてたんですよ。でそれ違うよと、はい、知らないだけだから、もう彼らもちゃんと噛み砕いて説明したりちゃんとこう勇気づけてこぶしたら成績上がるからって、うん、まあ愚直にやってくれて、はい、で結構それで伸ばしてそこにこう快感を覚えたらしいんですが、ただ同時にいろいろ気づいちゃったことがあるんですよね。怒りというかね、気づいちゃった気づいちゃった、わーいわーいですね。その一つは何かっていうと、やっぱりもう受動的なもう何も考えてない脳死状態の生徒が多すぎるっていうことが本当に痛感しました。なるほどなるほど、うん、学校の先生や塾の先生や周りの大人から言われたことをそのまま何も考えずにやるっていう、多いですね、はい、素直は非常に重要なことだと思うんですけど、うん、素直と何も考えてないって全然違うと思うので、あ、そうですね、だからそれが本当に問題だなと。そういう人たちに対してやっぱり自分でしっかり考えて、うん、自分で何を達成したいから何をしないといけないのかっていうことをやっぱり自分で考えて自分で主体的に行動に移せるような、そういう人になれるように、まあ、実際英語の指導をしていきたいなと思います、うん、自信がなくて親とか先生とかの言うことを鵜呑みにしてる人も多いと思うんで、まあ、まずはその子たちに対して自信つけてさせてあげるために、まあ、成績を伸ばすっていう最初のきっかけで徐々に徐々に主体的になってくれるように、うん、まあ、教えると言ったらあれですけど、なんかサポートしてあげる、伴走してあげたいなっていう気持ちがまあ僕にもあって、そこにまあ彼も結構共感してくれて、最初は同じ人間と思わないって言ったのに、うん、結構一番今熱血で教えてくれてる子たちなので。2つ目、はい、二つ目はやっぱり高校の先生とか高校の教師に対してですね、集団授業で全員に同じカリキュラムで全員に同じ授業もしてるパターンがほとんどなので、レベルに合ってない人たちでどうせその宿題とか課題大量にやっても絶対成績伸びないですし、もうずっと悪循環に陥ってる、そういうのを打破したいな。なるほど、そういった形でやっていくわけですけど、あ、 LINE でなんか相談やってるんでしょ。概要欄にですね僕の LINE 貼ってもらってるんで、まあ本当に英語苦手とかもう英語なんとかしたいって思ってる人たち、もうぜひ相談してきてください。英語できない人の相談ですね。そうですね、できる人がすげえ難しい単語送ってきても、ね、ああ、もうそれは一人で勉強ください。相談ですよ、あのだからこれを訳してくださいとかダメですからね。そういうものではありませんので。え、塾名とかまだ決まってない。いろいろ考えてる、いろいろ考えてるんですけどね。一応候補はありまして、はい、僕らはもともとその森哲先生にプロデュースしてもらうって決めていたので、はい、勝手に、はい、勝手に、はい、だから例えば某すごい塾をちょっともじって、はい、鉄人会とか。
鉄英会とかね。鉄英会。A は英語の A。鉄英会すごい名前だ。そういうのもいいなと。いいなと思います。思ってたんですけど、そういう名前にするとものすごくレベルの高い英語までってなっちゃうので、それはコンセプトと合わないな。じゃあ基礎から標準ぐらいまで、真ん中ぐらいまでってなると、ベースとか、はいはいはい、ファンダメンタルとか、はい、ベーシスとか。あ、ファンダメンタル長すぎますね。そう、長いんですよ。で、なんかこう、どれがいいかなと思って、一番響きもかっこいいし、はい、いいかなって思ったのがベーシス。あー、ベーシスですか、はい、なるほど、いいんじゃないですか。オンと相性がいいですよ。オン、ファンダベーシスアーム。決定で。決定で。あ、決定、はい、決定です。はい、わかりました。お墨付きいただいたので、はい、じゃあ、ベーシスで、はいはい、この動画が上がる頃にはホームページもできてると思うので。あ、なるほど、はいはい、じゃあ概要欄に貼っとくんで、はい、ぜひ一回見ていただけたら嬉しいです。はい、じゃあスポンサーができて弟子ができたってことでいいんですか。ありがとうございます。プロデュースありがとうございます、はい。今後じゃあどうなっていくのか、ちょっと概要欄見ててください。はい、ありがとうございました。今ベーシスの公式 LINE に登録してもらうと、登録してくれた方全員に偏差値30から偏差値60まで上がる勉強法のノウハウ集をプレゼントしてます。で、TOEIC 700、800点ぐらいまでも十分対応しているノウハウ集になってます。で、そこにね、個別のメッセージを送ってもらうと僕が直接アドバイスしていきます。普段の動画ではですね、かなり毒舌かもしれないんですけど、 LINE では優しく丁寧に対応します。で、特に偏差値もう30代とか40代で、英語の成績が俺全然伸びないんだよ、私全然伸びないんだよっていう人とか、TOEIC でもうほんと400点、500点さえも取れない、でも700点、800点取りたいっていう人とか、英検もう全然3級も取れないとか、準2級取れないとか、まあ、そういうところでかなり悩んでる人ね、ぜひ相談ください。登録は QR コードもしくは概要欄の ID、 これで検索してもらうと出てきますので、それで登録よろしくお願いします。